やっていくか。いよいよか。いや、大丈夫かな。ちょっと心配だな。はい。ロードせずにやっていきましょう。システム出たね。大丈夫かな。ちょっと心配ですけど、夏なんでね。この物語はフィクションです。実在する個人、企業、宗教、思想などとは関係ありません。何それ。チェーンメールってもう古いよ。犯人だってことで殺されるって。嘘くせ。犯人だってことってなんだよ。聞いたことあるよ。どんな？友達の友達から聞いた話なんだけど。出たな、友達の友達の親戚の友達の友人の奥さんの旦那さんの出たか。うわ、ガチモノだなこれ。うわ、この生地画質がさ、荒いのがより一層だよね。なんか、いや、話コックリさんダメだよ。セカンドドメルでもコックリさんはダメだったよ。コックリさんはやっちゃダメ。出るトンネル噂だったんだって。出るトンネル。こういう番組昔いっぱいあったよな。夏の夜はこんな番組ばっかだったよな。昔は。最近はなんかいろいろな規制でなくなったけど。ああ乗ってる。残業してると。残業してるとか。あやだよ、こんな仕事頑張れないじゃん。仕事頑張ってる人頑張りたくなくなるじゃん。学校とかも。うわあ、警察か、警備員か、あれ。え、何あれ。やばい、なんかもうこれだけでなんかやばいぞオープニングすごいな、こんなみっちり。うわあ、なんかテレビのテレビなんか本コアの CM みたいになってんだけど、ロング版の何これ。ああ映ってる、確かに。うわあ、なんで血が出るの。あー死ね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 、光線。何あれ。うわ、自分見て。学校はまあ定番だわな。花子さんとか定番だよね。友達の友達ね。いや、ガチだな。なんかやばいな、やばいな。特殊報道部のノリじゃねえな、もうこれ。やばいな。タイトル、はい、流行り紙、警視庁怪異事件ファイルポータブルということで、はい、BSS 散歩の時に買ったやつですけど、まあ、夏なんてね、ホラー系ホラー系なのかな、どうかな。特報、特殊報道部がホラーとよりの感じのとこのマイルドな感じだったんで、特殊報道部を作ったスタッフが特殊報道部より前に作ってた流行り紙シリーズというのの一番最初ですね。はい。あ、オープニング、まだ入っちゃう。一番最初のものになります。なので、特殊報道部のインタビュー記事を読んだときは、マイルドだと。こっちの流行り紙はすごく、怖い、ガチ寄りで言ってて、特殊報道部は明るめっていう話だったんで、特殊報道部好きだったんでね、ね、綾瀬とか、楓ちゃんとか、好きだったんで、守さんとか、ね、サソリとか。なので、りょうくんとかね。やりましょうというですね。序章、シナリオ。まあ、序章かでしょ。大丈夫か。まあ、夏なんでね。ちょっとゾッとするものも、っていうところでね。よかった。本編は実写じゃない。友達の友達程度の間柄において、口伝という手段によって伝播する噂。怪異で魅力的な、真偽が明らかにならないような噂。半分くらいは真実かもしれないと信じてしまうような噂。米国都市伝説研究の第一人者ブルンバンルによる都市伝説の定義。友達の友達。フレンドオブフレンド。まあ、まあでも噂話とか都市伝説とかそういうもんだよね。ここはどこだ。何の前置きもなく、ある日突然そこに存在する自分。無意識の機械にスイッチが入り、やがて徐々に意識が呼び覚まされていく。スイッチが入れられるその瞬間まで、呼吸も鼓動も記憶も
細胞の一つ一つまでもが活動を停止していたのかもしれない。何もかもがきれいに抜け落ちてしまっている自分だけを認識することができた。見渡す限り黒一色の世界に視力までも置き忘れてきたかの、来たのかと思ったが、どうやらそうではなかったらしい。暗闇の住人に奪われた視力を時の妖精が取り戻してくれた。ここは暗い部屋のようだ。閉じ込められてる。窓一つない。地方もコンクリートで閉ざされた密室。地上なのか地下なのか知る術はないが、まるで特大の棺桶といった様相だ。君は FOAF という言葉を聞いたことはあるか。闇が支配する世界に悪魔の声がこだまする。もちろん悪魔の声など聞いたことはないが、無機質で無感情な声は悪魔を連想させた。君は FOAF という言葉を聞いたことはあるか。悪魔の声が同じ質問を繰り返す。 FOAF。 初めて聞く言葉を心の中で反芻する。かろうじて口に出さなかったのは、ひとたび口にすれば言霊となり悪魔を召喚してしまうような気がしたからだ。初めて耳にしたはずの言葉にこれほどの警戒心を示すとは自分でも驚きだった。 FOAF とはフレンドオブアフレンドの略。直訳すると友達の友達という意味だ。声の主はこちらの警戒など気にかけるつもりはないらしい。構わず FOAF とやらの説明を続ける。友達の友達から聞いた。友達の友達が見た。友達の友達。その誰も存在を確認することのできない人物によってもたらされるたわいもない噂話。それらは友達から友達へ、そしてさらにその友達へと徐々に広がり、ついには事実として語られるようになる。君も聞いたことぐらいはあるだろう。トイレの花子さん、消えるヒッチハイカー、ベッドの下の物男。いずれも大人なら誰も信じはしない荒唐無稽な内容だ。しかし現実にそれらの噂話は怪談、都市伝説、耳袋などと呼ばれ、私たちの身近に存在している。それはなぜか。考えたことはあるかな。考えたこともない。毎日のように考えている。選択肢か。考えたこともないわけではないけど、毎日のように考えてるわけでもないっていう、ちょっと極端なんだけどな。どうしよう、考えとこう。自分の心を偽るのは良くないな。普通の常識ある人間ならこんな話を信じるはずがない。それをわざわざ尋ねたのは、君に我々と同じ世界に来てもらわなければならないからだ。これまで機械的に言葉を紡いでいた声に初めて感情が介入した。脅し、強制、有無を言わせぬ服従がそこにあった。何？その写真を見たまえ。殺風景この上ない部屋の中を唯一彩る安物の机と資料の山。その頂上に一枚の写真があった。手に取った写真の中からは見覚えのない男がこちらに微笑みかけている。君はその人物について知らなければならない。まずは彼のプロフィールに目を通してもらおうか。
彼の名は、君の名は。俺が選ぶの？これは誰？主人公なのかな？これなんて読む元の名前は？風海？風海？風海かな？名前か。じゃあちょっと考えますね。名前入力とかあるんだ。はい。ちょっとホラーということで、私が大好き、あやせん。あやせんから、名字をいただきまして、棚橋と言います。どうも、こんにちは。棚橋です。どうも。これでよろしいですか？いいよ。棚橋です。はい、名前来るよね。そうだよね。元は純也か。なるほど。はい。じゃあ、棚橋三日で行きましょう。棚橋三日で行きましょう。そうですね。はい。棚橋三日です。はい。いやー、まさかなー。ここで綾瀬から、怖いんでね、ちょっとね。オカルト大好き綾瀬からもらった。そう。彼の名は。俺？これ俺？これ俺なの？あ、そっか、これ俺なんだ。やべえ。あれ？ちょっと待って。そういうことになるの？棚橋三日。警察組織内の、ある特殊な部署に所属する、刑事だった。俺死んだのかな？しかし、彼はある日を境に、突如失踪してしまった。すっごい難しい縛りゲームやったんじゃないの？なんか、尋常じゃないぐらいの縛りゲームをやったから、失踪したんじゃないかな？クリアできなくて。そういうんじゃないかな？縛りゲームあんまやんないけどな。いつ、どこで、なぜ、それを知る者はいない。新聞やテレビでも一切報道されていない情報だ。所詮、ニュースとして流されている情報など、表の部分でしかないのだよ。その陰で見え隠れしている裏の部分こそが我々の世界、テリトリーなのだ。君はマスコミの流す情報だけが真実だと思うか？もちろん、彼らの情報の大半は真実だ。しかし、常に真実だけが伝えられているわけではない。わずかではあるが、意図的に操作されて流される真実もあるのだよ。決して表舞台では発表されず、友達の友達が流布する都市伝説や怪談へと姿を変えて人々の耳に入っていく真実がね。こいつは一体何を言っているんだ？すると何かゴシップ誌が取り上げるようなくだらない噂話の中に真実が存在するというのか？そんなバカな。しかし、その疑念を見透かしたように、悪魔は断言した。信じる信じないは、君の自由だ。だが、嫌でも思い知ることになる。それは近い将来、我が身に降りかかるであろう、災いの予言でもあった。ところで、君は、こんな話を、聞いたことはあるか？これは友人の友人から聞いた話なのだが、チュートリアルデータベース。操作の途中、専門知識が登場することがあります。例えば、米国都市伝説研究の第一人者ブルーン・バンバンだよね、これ潰れてわかんないけど、とこのようにデータベースに登録されます。登録された用語は、三角ボタンを押してデータベースを選べばいつでも参照することができます。データベースはすべて200ページ、200項目に及びます。恐ろしいな。ちょっといつでも参照できるでしょ。参照させてよ。データベース。あ、名前変更もできる。あ、もうすでに登録されてるけど200もあるのこれ。階段。あー、これは投げー投げー投げー、これ1個でいろいろなってくよ。どうしようこれ。俺をあの時もそうだったけど、これ出た時に読んだ方がいいんだよな。そ、一番最初って一気に出ちゃうんだよな。そっか。じゃあ、ちょっと一番最初だけおまけ回として、次のパート2との間にこれを全部読むっていう回を一個つけます。で、他は出てきた時に読むっていう。俺をあの時ね、出てきた時に読むことが重要なものも多かったんで、そういう形でやらせていきます。よかったら名前変えれる。あー、変えてしまった。中止。OK。これでいい？よしよし。主人公の名前でいいんだよね、やっぱ。OK。ありがとう。ルートによっては、登録されない用語もありますので、ご注意ください。データベースの収集率によって、新しい道が開けることも。そういう感じか。特殊報道部は、プレイするシナリオを選択してください。第0話、チェーンメール。
うん、はいはい。これしかやばいよね。そっか。特殊報道部は、なんか、その、企画を作るっていうので2つに分かれたけど、そういう感じなのかな、こっちも。なんか同じようなシステムっていう話を、なんか、見たべかなんかの時見たと思うけど、とりあえず行きましょう。どこまでやろうね。5分ぐらいの後、やれるの。不幸の手紙。ウィンドウ消すのどうやんな、これ。操作が分かんないけど、操作方法とかない。ウィンドウ。極めて非現実的。ちょっと待って待って待って、はいはいはい、ちょっと待って、はいはいはい。7日以内にこれと同じ文面の手紙を5人に出してください。あなたのとこで止めると確実に不幸が訪れます。これはいたずらではありません。必ず書き写してくださいかな。この時代は手紙なんだね。時代が流れてメールに変わって、そして今は何かに変わってんのかな、 SNS かな。時代は移り変わり、コミュニケーションの手段も劇的に変化した。今や多くの人々が携帯電話を持ち、メールで意思疎通を図る時代となった。もうそれを超えちゃったけどな。こうした現代社会においても、不幸の手紙はなくなるどころかチェーンメールへと進化を遂げ、我々の日常に蔓延していった。悲劇は一通のチェーンメールから始まる。なんだろう、まあ、それぐらいの時間軸のゲームってことではあるよね。 PSP のゲームだから、元は PSP じゃないのか、 PS2 か。ここは警視庁の地下5階。あ、読まなきゃ。登録されたのか、警視庁。くそくそ、大変だなこれ。警視庁ね、200個もあんだもんな。耳袋、都市伝説、レッド、こっちかな、これかな。警視庁、日本警察機構のトップに君臨する組織を警視庁という。その警視庁のもと、東京都を管轄する警察本部のことを警視庁という。警察庁か。ああ、はいはい。警察庁は歴史とした国の組織であり、管理運営ともに国家公務員により行われている。その下、そのもとにはさらに管区警察局と呼ばれる機構が存在する。これは関東管区警察局、近畿管区警察局といった具合に、それぞれの地方の警察機構を管理する役割を担っており、さらにその下に各自治体が運営する各都道府県警察本部が存在している。まあ、エリアマネージャーね。エリアマネージャーと、まあ、支店と本店という感じですね。本部と。つまり大阪府警なら近畿管区警察局、千葉検察は、関東管区警察局に属している。しかしそういった管区警察局に属さない特別な組織、それが日本の首都の治安を守る東京都の警察本部、警視庁なのである。警視庁は明治7年、東京警視庁を前身とした長い歴史を持つ。さらに、現在でも東京都警察本部ではなく、特別に警視庁という名を名乗っているからには、その規模も他の都道府県警察本部に比べ群を抜いていることは言うまでもない。あ、そっかそっか、確かにな。東京だけ警視庁っていうか。ちなみに日本には管区警察局に属さない警察本部がもう一つだけある。それは北海道警察本部だ。広大な北海道では北海道警察本部が管区警察局の役割を果たし、函館、旭川、釧路、北見、読めるようになったな。風来機やっといてよかったよかったにある、まあこれは読めたけどね、にある各方面本部が警察本部の役割を果たしているのである。なるほどね、ためになるな本当に。どうしよう、時間来ちゃってるよどうしよう、はい、もうちょっとだけ見ようか。膨大な書類が保管されている資料室のものだ。だが警視庁は地下4階までしかないことになっている。少なくとも公式には。警視庁に勤務する多くの警察官も例にたがわずこの地下5階の存在を知らない。もし知っているとするなら、階段好きの同僚から聞かされたのだろう。警視庁にはこんな噂話がある。現在の警視庁本部都庁が完成したのは1980年。ちょっとデータベース量多いな。
ちょっとなんかペースがあれになっちゃうな。警視庁本部庁舎、明治7年、現在の警視庁の前身となる東京警視庁の創設から100年を記念して新たに建設されたのが、現在霞が関にある警視庁本部庁舎である、本部庁舎である。皇居の、北東、旧江戸城桜田門に、位置するこの建物は1980年に完成。敷地面積、6582平方メートル、地上18階、地下4階という規模を誇り、地下4階になってるね。あらゆる災害に耐えられるように設計されており、また緊急時においてもその機能が損なわれることのないようになっている。その規模、機能ともに、日本の首都東京の治安と安全を守るために作られた世界一の警察庁と言える。そっか。どうしよう。進めるためにちょっとこれが出てこられるって、ちょっと、どうしよう。スペースが。当時、上層、当時、上層部の密命を受け、特別任務に携わっていた刑事が地下5階で変死体となって発見された。地下5階か。ああ。ちょっと、多すぎんだけど一気に。どこへ変死体という花草さんじゃない。これか。人が死亡した際に、その原因が病死であるか、それ以外の原因であるかに分けられる。病死であった場合、その病気がそれまで、医師の診断を受けていたものであれば、病死院として、医師の死亡診断書を受け、区役所に提出し、ようやく病死として認められる。しかし、死因がそれ以外の場合、急性な心臓疾患などによる突然死や、事故による死亡、あるいは自殺や病死、事故死、他殺の判断がつかない場合は、異常死体に該当し、警察に届けられ、死因を究明するために、警察官立ち会いのもと、検視を受けなければならないことになっている。ああ、そっかそっか。なるほどね。なんかうちのおばあちゃんが倒れて家で亡くなったことがあるんですけど、その時に来てたね、確かに。そういうことか。だからか。たとえ医師が病死と判断しても、少しでも異常死体の疑いがある場合は、区役所はその死亡診断書は受理しないとされている。してはならないとされている。検視規則1条による異常死体とは、1、外因死、2、死因不明の死体。患者の、診療継続中の病気による死亡以外の病死も、死因と疾患の関係が不明確なので含む。3、死亡前後の状況に異常がある死体。いわゆる変死体。警察用語では犯罪との関係が不明の死体のこと。とされており、つまり変死体とは、その死因が病気による自然死であるか否かが不明なものであり、なおかつ犯罪による死亡であるか否かが明らかでないものを指している。異常死体のうち犯罪との関わりがないであろうと考えられるものは、行政検視にかけられ、それでもなお死因がわからない場合、行政解剖にかけられる。かける。変死体の場合は、司法検視にかけられ、さらに犯罪による死亡の疑いのある遺体は、司法解剖にかけられる。こうした異常事態に対する扱いを制度化したものを、監察医制度といい、現在、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸の5大都市で施行されている。しかし、それ以外の地域では、この制度は未だ整っておらず、容易に解剖ができないという状況でもある。したがって、犯罪捜査のためにも、他の都道府県でも一刻も早くこの制度を確立すべきであるという声も上がっている。なるほどね。ためになるけど、圧倒的な文字量だな、なんか。はい、じゃあ一旦ここで休憩します。すいません。ちょっとパート1だけど、なんか圧倒されてるわ、すでに。出てきたやつを次のパートまでの間のおまけでつけて読んでいくということをやる感じでいこうかなと思います。はい、じゃあそんな感じでやっていこうと思います。じゃあとりあえずパート1こんな感じで。ありがとうございました。ありがとうね。怖いな。これ本気だな。